デニスと申します。一生忘れられないであろう僕の子供時代の話をさせてください。白状します。私の悪いところが出てしまったんです。自分を擁護するようですけど、これで僕は一生変わりました。より良い人間になれたんです。さて、それでは一緒にタイムスリップしていきましょう。僕は11歳の子供で、その年齢の典型のような子でした。ちょっと夢中になってしまうことがあって、自分の行動の影響をあまり理解していなかったんです。少し先走ってしまいましたね。僕の親友はマイキーと言って、ある夏興奮を抑えきれないといった様子で家に遊びに来ました。当然何事かと聞きますよね。初めはずっとこう言っていたんです。教えられないよ、そのうちわかるからちょっと待ってて。でも僕は母がよく言っていたようにかなり頑固者で、しつこく聞き続けたんです。そしてやっとマイキーは降参して、親が犬を飼ってくれる約束をしたと教えてくれました。友達がハッピーで嬉しかったですけど、正直初めはそんなにワクワクしなかったんです。去年の夏、僕は母親にデグーを飼いたいとお願いして、あんたの責任になるんだからねと言われたのを覚えていました。餌をあげて、毎日綺麗な水をあげて、ケージを綺麗にしたりしなきゃいけないんだから。こうしてデグーを飼わないように説得されたのですが、犬がどれだけ大変か予想はできました。数日後、マイキーは子犬を手にして、この小さいやつに会うように家に招待してくれました。僕は平静を保とうとしてたんです。あ、いい犬じゃん、じゃバスケでもしようぜって。でも言わせてください、やんちゃな小さい生き物を腕に抱いた瞬間、陥落。僕の心は奪われて、犬が欲しくなっちゃいました。その日の夕食の時間、僕はできるだけいい子に振る舞いました。テーブルをセットするのを手伝って、お皿洗いまで買って出たんです。そしてもちろん母親はすぐに疑いを持ちました。何が目的なのと母親に聞かれて、僕はさりげなくマイキーの親が新しい犬を飼ったという事実を話題に出します。母親の返事は一言のみ、あらそう。そしてちょっとニヤッとしたんです。それから我慢できなくなって言っちゃいました。僕も犬飼いたい、責任を持って自分でお世話するって約束する。大きい犬じゃなくてもいい、スペースがないなら小型犬でもいいよ。お散歩にも自分で連れて行くし、しつけも自分でするから。端的に言えば、子犬を飼うように母親を説き伏せたんです。それからすぐに小さいヨークシャーテリアを手に入れて、僕はこの子をニーカと名付けました。家に連れ帰った時には、すでにたくさんのおもちゃ、ベッド、その他すべての必要なものを買い揃えていました。数ヶ月の間、僕はすべての時間をニーカと過ごします。世界一の犬に思えたんです。ちょっと不器用で、異常に好奇心旺盛で、一緒に遊んでいて超楽しい。ニーカは僕が彼女のもので、彼女は僕のものだと知っているというのは分かりました。問題にぶち当たるたびに、ニーカは僕を探しに来ます。お気に入りのボールがソファーの下に落ちてしまって、自分の足だと短すぎて届かないなんて時、お助けマン、デニス参上。ちょっと狼狽したのは、楽しいお遊びの時間だけではないということです。ニーカをしつけるという約束を守ろうとしましたが、これが人生で一番難しい。まあ、そこそこ賢いんです。基本的なフェッチはすぐにできるようになりました。ただ、ボールを僕まで運んできた後に、ボールをきちんと渡すということに関して別問題でしたけどね。でも、とにかく何をするか予測不可。小さい犬にとってはよくあることだと母親は言ってましたけど、ニーカは簡単に気が散ってしまうエネルギーの塊なんです。散歩に連れて行こうとリーシュをつけるんですけど、次の瞬間にはリーシュトレーニングそっちのけで家の中を走り回ります。リーシュとおもちゃの違いがわからないかのごとく、リーシュを噛んでいるところをベッドの下で発見。おとなしく座る、伏せなどの僕の指示には従いません。それに家の中で何度か事故を起こしたこともあります。その度に母親にニーカを外に連れ出すのは僕の仕事だと念押しされました。困難はあったものの、僕は幸せでした。あの運命の日が来るまでは。ニーカを家の近くの公園に散歩に連れて行ったんです。ニーカがいろいろ嗅ぎ回って自分のしたいことをしている間、僕はクラスメートのジェイクに遭遇。新品のキラキラの自転車に乗っていて、その瞬間僕の目にはこの自転車が人類史上最高の発明に映りました。ジェイクとニーカを遊ばせて、お返しにジェイクは僕に自転車を貸してくれました。もうなんていうか、自転車に乗って数秒で一コロ。マイキーの子犬に出会ったその日のように、このバイクが僕の新しい人生の目標になりました。自転車を夢見て、新しい方について読みふけて、あ、これ言わなきゃダメですか。まあ、ニカの世話を放棄し始めたんです。
僕にとってはラッキーなことに誕生日が近づいてきていて、誕生日に何が欲しいかしっかり母親にアピールしておきました。すべて計画通り、夢見ていた通りの自転車を手に入れました。大きくて速くて最新の装備とアップグレードが備わった自転車です。僕の新しいおもちゃを追い回してキャンキャン吠え回っていたので、ニーカも初めは喜んでいるようでした。しかしすぐに僕のかわいそうな犬はライバルができたことに気づいたんです。正直言えばニーカと過ごすよりずっと長い時間を自転車と過ごすようになっていました。まあ母親にニーカの面倒を見てくれなんて頼むつもりはありませんでしたよ。だってそんなことをしたら責任を持つという約束を守っていないことになりますからね。だからバイクのすごい技を練習するために友達と会う際にはニーカを連れて行ってたんです。いつもそばで駆け回っていたので、僕はどこにニーカがいるとか何をしてるとかあまり気にしていませんでした。さてそんなある日、僕はいつも以上にニーカへの注意が欠けていました。そんな時事故が起こったんです。雨が降り出した時、僕は最新のバイクモデルのメリットに関して友達との議論に夢中になっていました。みんなが家に帰り出して、僕はニーカを呼び始めたんです。でもニーカの姿が見当たりません。はじめ僕は胃に立ち込めてくる不快な感覚を無視しようとしました。ニーカは自立性が高くて好奇心が旺盛で、僕を置いて先に行ってしまうことがあるんです。でも名前を呼べばいつもすぐに駆けつけていました。今回は違います。僕はますますパニックになってきました。返事がない、ニーカの姿もない。最悪なことに辺りは暗くなってきました。母親は僕の心配をするはずです。だから僕は家に帰らないといけません。帰宅してニーカを見つけられなかったことを話すと、母親は探すのを手伝ってくれました。かなり遅い時間になってきたので、母親は僕を無理やり家に連れ帰ります。諦めたくありませんでしたが、すぐに無事に帰ってくるよと母親に説得されました。その夜僕は眠れませんでした。ベッドに横たわって涙をこぼしながら天井を見つめて枕を濡らしていたんです。小さなニーカがどこかでびしょびしょになってお腹を空かせて死ぬほど怖がっているということを考えずにはいられません。いつもニーカが寝ていた場所を確認して罪悪感に蝕まれていきました。魂もない金属の塊のために素晴らしい生き物を諦めてしまったなんて。その夜のことを考えると、あの日昔ののんきで子供っぽい僕は完全に変わってしまったと言えます。責任というものが何であるかを理解して、自分の初めての重要な人生の教訓で失敗してしまったということは認めざるを得ません。次の日の朝、誰かが玄関をノックしてきました。それからすぐに母親に名前を呼ばれます。慌てて玄関まで行くと、知らない女の人が汚くて震えた、でもちゃんと生きたままのニーカを抱えていたんです。その時の僕の安堵と喜びといったら、女の人はニーカを僕に渡して、僕は大泣きしてニーカを胸に抱きかかえました。どうやら女性は公園で朝のジョギングをしていて、草むらでクンクン泣いているのを耳にしたようなんです。調べてみると、地面の穴に落ちて出られなくなった僕のヨークシャーテリアを発見。安全な場所に戻れなくなってニーカは助けを求めていたのです。ニーカのネームタグには家の電話番号が刻印されていたので、女の人はすぐに電話して、母親は僕を驚かせようと女の人に住所を教えたというわけです。心を砕かれたのはニーカが僕を見てとても喜んだことです。僕の顔を舐めて何事も起こらなかったかのように尻尾をフリフリしてきました。この純粋で小さな犬は寒くてびしょびしょで腹ペコで一人ぼっちで一晩過ごす羽目になったのが僕のせいだと思ってないんです。やっぱり僕のことが好きで僕の姿を見て喜ぶんです。こうして犬を飼うということは責任だけの問題ではないことが分かりました。無条件に愛してくれて最高のものを与えられるべき友達を得るということでもあるんです。皆さんの初めてのペットは何ですか？大事な人生の教訓を学ぶことはできましたか？コメント欄で教えてください。何か新しいことが学べたら動画を高評価して友達とシェアしてください。あ、ちょっとまだお待ちください。ブライトサイドでは2000以上の素敵な動画をご用意しています。ぜひ他の動画もご覧ください。ブライトサイドに仲間入りしちゃいましょう。ご視聴ありがとうございました。